国などの重要インフラを担うなどの先端技術を持つ企業と連携し、警視庁公安部がサイバー攻撃に対処する訓練を始めました。100社以上が参加する大規模な訓練は初めてです。本訓練は依然として被害の多い標的型メール攻撃への対処を題材となっております。 訓練は企業のネットワーク内で不審なメールを開きサーバーがウイルスに感染した事態を想定して行われました事案の発生直後に企業が警視庁に気軽に相談することでこれまで蓄積したデータなどを活用し犯人の早期発見や被害の拡大防止などが見込めるということです。警視庁公安部幹部幹は、 サイバー攻撃の脅威は国家的な関与が疑われる場合もあり年々高まっているもはや警察だけでの被害の未然防止などは難しい官民で連携してオールジャパンでサイバー攻撃の脅威に対応していくきっかけにしたいと話しました。